あ、エクス、エクスさん起きたみたいです。おめでとうございます。エクス起きた。よし、逃げましょう、皆さん。逃げましょう、逃げますよ。逃げますよ。帰ろう、帰ろう。3、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 
みんな。どうしたみんな。なんか、いつもより、なんか多くね。俺ちょっと、土下座する気なかったんだけど、土下座するわ。ごめん。すいませんでした。30分遅刻しました。昨日ね、TNT で家をぶっ壊したんですよね。ただ、ちょっと僕の予定では、タイデンクリーパーっていうのを使って、家を爆発する予定だったんですよ。なので、本日は、壊れた家の部分を再利用して、トラップにして、そう、トラップじゃないと落ちないんだよね。そう、ほんと、これだ！これが一番話したかったんだよ。ごめん。僕、昨日一番気にしてたのが、トライデントっていうアイテムがあって、爆発に巻き込んで失ってしまったんじゃないかっていう心配があったんですけど、なんと奇跡的に、前泉さんが僕のトライデント持ってました。もう奇跡っす。あれがないと家を爆発することすらできなかったんですよ。なんで今日は、クリーパーをめちゃくちゃ用意して、家を、待って、あれ、あれ、ちょっと待って、ごめんちょっと本当にごめん。あれ、俺のさ、ごめんね、本当にごめん。俺の記憶では、俺昨日 TNT で家を破壊した気がするんだよね。あれ、俺待って、俺マジで夢だった、これ。ちょっと待って、ごめん、本当にめっちゃ恥ずかしいこと言ってないよね。え、そんなわけないよな。え、俺、マジで嘘。あ、でも、ちょっと待って、どういうこと。ちょっと待って、ごめん、本当に待って、どういうこと。待って、もしかしてあれかな、セーブしてたとこに戻ったのかのか。でもいるな、山田。山田見たよな、昨日、間違いなく。あ、ごめん、俺、家破壊してねえわ。破壊してない。あ、トライデントだ。あ、破壊してねえ、俺、家。ごめん、家破壊してなかった、俺。だから、もう普通に家破壊するわ、じゃあ、今から。やべえ、何の説明もないんだけど、こっちに。どういうこと？ちょっと待って。待って、俺、頭が何も追いついてない。ちょっと待って。おい、ごめん、ちょっと待って。ちょっとごめん。ちょっと一瞬確認させてくれ。おい、一瞬確認させろ、俺に。あー、直してるね。ちょっと待って。やったな。これやったな。マジで言ってる。マジのやつか。おい、ちょっと待て。おい、俺ちょっと完璧に分かったかもしれん。そんなことできるわけなくない？でも無理じゃない？今思ったけど。ちょっと待ってね。おお、女！なるほどな、なるほど。俺完璧に分かったかもしれん。三枝先輩からですね、今ディスコードが来まして、いろいろやったけど、何でも全部吹っ飛ばしてくれて、OK って言われてんだよね。これね、おそらくだけど、これ俺の家修復されとる。誰がやったの？一人？神谷さん？思った以上に TNT の範囲がでかくて、チェストと、あと雨宮さんの家を、ちょっとだけ飛ばしちゃったんすよ。修復しといたんだけど、俺が修復した跡があるんだよね。ってことは、明らかに夢じゃないんだよ。で、サーバーのバックアップとかでもないんだよね、おそらく。
って考えると、多分おそらくここの地形、多分丸々、本当に丸々、同じ再現したな。相当のレベルの人たちが集まってないとできるわけがないんだよ。社長、前休みさん、ベルさん、高宮さん、さえぐささん、天宮さん、よるみさん、アルスさん、師匠、8人で直したの俺の家。待って、地下ってどうなってる？あ、地下もそのまんまだ。ポチポチじゃないな、お前の名前は。爆破する予定だったんすけど、いや、8人でここ直したんだよね。いや、8人でここ直したのか。いや、こんなベリー多くなくない？絶対こんなベリーない。こんなベリーハウス嫌だもん。アッキーナがエンチャント死ぬほど頑張ってた。うわ、もう心に来るやん、そんなん。迷う。今俺8人ぐらい。8に、8爆発したい。2爆発しようかな、ぐらい。